どうもー、影やんです。今日もど素人ラーメンということで、今日はですね、新福祭館本店ですね、新福祭館本店のラーメンをこう作っていきたいと思います。新福祭館というと京都ですね、京都駅の近くやったかな、僕も1回か2回ぐらい食べに行ったことがあります。もう20代ぐらいの時ですね、に食べに行った新福祭館で、新福祭館の横に、第一朝日やったかながあって、そこの第一朝日のラーメンがむちゃくちゃうまかったのを覚えてますね。まあ、新福祭館も美味しいんですけども、第一朝日のラーメンも美味しくてです、あ、こんなうまいんやと思ったのをちょっと思い出しますね。うん、で、まあ、ラーメンこう選ぶときに、あ、新福祭館あるな、ね、懐かしいなと思って、この、新福祭館の、ラーメンを買いました。で、まあ、新福祭館の、ラーメンにはですね、上にね、これ、野菜炒めというか、味のついてない野菜炒めをこう、乗せてですね、ほんで、前に買った焼き豚もまた買って、ほんで、ネギ乗せて、卵を入れて、ほんでメンマとか思ってたんですけど、メンマはね、ちょっと乗せんの、ちょっと忘れてたんですけども、そういう感じで、こう、作っていこうというふうに考えて、こう、作りました。で、結構ね、やっぱこの新福祭館の、この麺がなんかストレート麺って書いてあって、この麺、美味しいですね。この麺です。これ見てもらったら分かるんですけども、これですね、この、こうやって書いてある、ストレート。これがね、なかなか美味しい麺で、ほんで、さすが新福祭館ということですね、その、スープも美味しかったですね。なかなか美味しい味がしてました。うん。これは、なかなかいいんじゃないでしょうかね。この新福祭館本店の、ラーメンはいいんじゃないでしょうか。まだまだね、こう、いろいろ買っていきますが、まあ、一つ、これは、ちょっとまあ、たまにはこれをまた食べてみようと思わせてくれるような味ですね。うん、こういう、まあ、僕みたいな素人、ど素人が作っても、まあまあ、それなりの味が出てるんでですね、なかなか僕はちょっと気に入りましたね。うん、で、これがですね、平和堂で買って350円ぐらいやったかな。で、2食で350円ぐらいなんで、200円しない値段ですね。で食べられると、まあまあ他のね、こう付け合わせというその他のせてる焼き豚とかそういうネギとかそれなりに、かけてるんで、うん、ラーメン1食でいうとどれぐらいの値段になってるかちょっと定かではないですけども、うん、まあまあ贅沢というほどではないでしょう。うん、ただラーメンとしては美味しいものを食べれるということで、で今日これね、丼が2つありますけどもね、父親も、食べるということ、食べるということというか、まあ、食べてもらおうと思ってですね。で、作りました。うん、だから、こう、二つ、丼が、で、僕の分ですね。僕の分と父親の分とということで、今、こう、野菜を炒めてる。で、この野菜も、だからもう、最初がカットされたというか、まあ、もやしがね、中心になった、こう、野菜の、その袋があって、これがね、なんかこうコスモスに買いに行ったらたまたまね、一袋だけこうポンと置いてあってね、まあさあ買ってくださいみたいな感じで置いてあったんで、あ、ほなもうこれをラーメンの具材にしようというふうに考えたんですね。でそれを買って、で、であとはまあいつも通りということで、うん、これでも十分ですね。で焼き豚もそこそこの味なんですけども、そのこのチャーシューとかこの肉のところをね、こういろいろこれからアレンジしていってもいいかなと思ってますね。ただコスモス、だからその辺がまたこう変えるその可能性があるというかね、その変える余地があるというか、こういろいろこう工夫できる。ネギに関してはね、そんなにも味がどこまで、まあ九条ネギとかやとうまいのかもしれないですけども、うん、そこまでこだわろうというところは今のところは、ない状態ですね。うん、それよりもまあ上に乗せるなんかいろんな具材をね、こういろいろと変えていくというところがいいかなと思っ
ってます、うん、ネギ自体にはそこまでこだわりはないと。焼き豚とかそのチャーシューとかその辺はねちょっといろいろ変えていって、これがいいかなこれがいいかなって試していきながら、よりこう美味しいものをこうやあの食べるようにできるようにしていこうかなというところですね。うん、上のこの上に野菜炒め乗せるもね、これもいろいろこうありますよね。例えばね、天津麺みたいなことにしてしまうっていうのも一つの手ですよね。そのオムレツというかこの卵を焼いてですね、でそれを上に乗せて、でそれで天津麺的な感じするっていうのも一つ手ではありますね。今の焼き豚はこれはね、まあそこそこですね、うん、ぼちぼちの味。これが200円しないですね。まあコスモスで200円しない、190何本やったかな。でこれ全部使うわけじゃないんでね、3枚4枚をこう乗せる程度ですね。その程度なんでまだまだ使えるということで、でネギはこれネギ何本やったかな、ちょっと忘れましたけど、ネギも、そこそこ量が入ってる、ネギなんで、これもね、まあ、ネギこだわらないと言いましたけども、自分でカットして作るっていうのも一つ、まあまあありますよね、方法としてはありますね。で卵もね、生卵を入れるかどうかいうの迷ったんですけども、一応生卵を入れようかというところでこう入れました。ほんで卵はね、いろいろ温泉卵が売ってたりとかいろいろあるんで、そのゆで卵で例えば味付け卵を作るとかいろいろ方法はあるんでね、これからこういろいろまた卵に関してはまあいろいろやっていこうかなと思ってます。ということで完成です。今日はこんな感じ。新福菜館本店でした。